バウナハは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区のバンベルク軍に属す軍、所属しで、バウナハ行政共同体の本部所在地。1972年の市町村再編まで、バウナハは、ウンターフランケンのエーベルン軍に属していた。バウナハは、バウナハ川、ラウター川、マイン川の3つの川に面しているため、自ら、3つの川の町と称している。 この三つの川は、市の紋章にも描かれており、紋章ではその上に、金の川かますがデザインされている。この町は2002年に1200年祭を祝った。バウナハの名前は、ブナフに由来し、直訳すると、水かさの増した川となる。本市は、公式には八つの地区からなる。このうち、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。皇帝ルート美妃四世は、 1328年にバウナハに都市圏を授けた。この町は世俗化まではオーバーフォクトアムトとしてバンベルク市教本部領に属した。1803年の帝国代表者会議主要決議によりバイエルン領となった。この地域の人口は1970年、2914人、1987年、3174人、2000年、 3807人であった。市長はトビアス・ロッペルトである。1447年7月15日にバンベルク市教アントン・フォン・ローテンハンが市長長であったバウナハの印象と旗を定めた。彼は市の紋章の図案を定めた。三つの川はバウナハ川、ラウター川、マイン川である。川カ,カマスは市の漁業権を象徴している。市教領主。 フィリップ・ホン・ゲップ・ザッテルが、背景を赤、川を銀、川かますを金色にと彩色を定めた。旧市役所旧市役所のバウナハ郷土博物館は、前史時代あるいは古代の遺物、市や教会の歴史、組織活動、農業や昔の手工芸の道具、市民や農民の生活用具が展示されている。かつての会議場には、画家、 マックス・シュネスの大規模な作品が展示されている。オブレーホーフ教区協会とシュレプハースミューレ協会祭、アルトシタットフェスト、マクダレーネの詩、クリスマスの詩、ありがとうございます。